この距離にいながら一度の会話もない間からこの席ろくな目に合わないんだよな。どうも。あんたさ、姫様に色目使わないでよね。校舎。何やってるんですか、加害さん。怪我してない？高宮くん、こっちこっち。安全だよ。はぜる。冷静になれば。そうだ、夢だ。高宮くん、私が高宮くんを守るから。高宮くんは私のお姫様だから。はい。やり尽くせ、ミリオンクローバー。おはよう。気分はどう？かがりさん、ここどこ？あれは夢？夢じゃない。いずれ説明するわ。もうこそこそ隠れて守る必要もなくなったし、一緒に帰るわよ。こそこそ。私の使命は高宮君を守ることよ。高宮君は私のご主人様なのだから。え？隣いい？高宮君。原因は間違いなく僕だな。どうして？高宮君、ホームルーム始まるわよ。姫様。こら、動かない。誰かに乱暴されたの？そいつ燃やすから。できた。こいつ何なんですか？目障りです。そうよそうよ。高宮君見て、このウインナー口開けて。つまり、かがりさんとの昼食会は予約制だろ？私がどこで誰と食べようが勝手だわ。勝手？わがまま言わないの。じゃあ。なんて失礼な男なの？何？あれ？ここに降ってきたんだよな。あれ？幻覚魔法だし。お前をもらいに来た。捕まえた。今日は最初から全力で行く。私の全兵力で。仲良く刺されなさい。怪我してない？かがりさん、どうして僕なんかのために。泣いてるの？なんでその体で、それでも僕のことだけを考えてるの？まずはかがりさんの手当てしないと。救急車、救急車呼ばないと。つまり明日からはお昼に逃げたりしないってことね。このままじゃ早く止血しないと。大丈夫、私火でできてるから。高宮君は何も心配せず、目閉じてて。やってくれたわね、獣耳娘。燃え口。あれ、元通りになってる。ウィンナー、ありがとう。今日はこのクラスに転校生が来ることになりました。皆さん仲良くしてあげてね。よろしくお願いします。あの子たち全員魔女よ。そう、ここのところ僕は事件に巻き込まれてきた。なのに納得いかないのは、なぜ僕が襲われるのか。教室にもいなかったら探しに行こうかな。
あ、おはよう、高宮くん。何してるのこれ。何って、魔女狩り。本当は高宮くんと投稿したかったんだけど。うねえ、口のやつ外してあげようよ。うちらはただ平和に投稿してただけだろうが。そうだそうだ。高宮くん、あれ燃やしちゃっていい？うるさいし。あ、ダメだよ。僕には狙われる理由がわからないんだ。お前の体が目当てなだけでな。お前の中の白いあれだよ。白いあれ、白いあれ、白いあれ、白いあれ。おー、高宮君。カガリス。それ以上やるな。こいつの首噛み切るわよ。そのウェーブがかった髪を燃やすと面白いことになりそうね。私があんたにビビって彼を殺せないとでも思ってんの？だとしたら大間違い。僕確か傷はないの。なぜにマフラー？今日は少し冷えるわ。6月だよ。ねえかがりさん、そのマフラーの下に僕に見せたくないものがあるんでしょ。僕を弟子にしてくれないかな。お兄ちゃん、ノックしてよ。女の人から電話。おはよう。待った？うん、今来たとこ。約束の相手が学校一の美女で魔女な。かがりさん、これからどこへ？それはついてのお楽しみ。え、近道かな。もし高宮君が彼女らの手に落ちれば、この世界は大変なことになるわ。お帰りなさいませ、ご主人様。かがりさん、ちょっと疲れたわ。休憩しましょう。ごゆっくりどうぞ。お、変わった人が。あ、そうだ、姫様、一体この町で何が起きるんですか？姫様をよろしく、高宮君。わっはっはい。そろそろ出ましょうか。え、ああ、うん。結局食べられなかった。今日呼ばれたのは荷物持ちのためかな。迷子？あの、迷子を探してるお母さん、いませんか？どけガキ。もう今日はついてるわ。アイちゃん、おまた。カガリさん、そのまま伏せてて。危ない。なんだ。バーン。今日のところはこれで引くけど、次は覚えてなさい。カガリさん、さっきはごめん。高宮君は少し無防備すぎるんじゃないかしら。かがりさんはどうして僕の方には何もしないの？そもそも、あ、って、あれこれ悩まない。どっちにしても悩むならそういうことで悩むべきなのよ。私が守るのはそういう世界だから。